へえ、6月20日、ん20日だね。合ってますよ。どうぞどうぞ。日にちは合ってない。表現は合ってない。いいよ、別に。うん、大丈夫。もう20日なの？もう20日だよ。はい、6月20日の喋、りす。はい。あれどうしたの？今度番組これもう、日本語忘れた。カットしないで。カットしないで。このまま行こう、このまま。6月20日の喋りすぎゲームへようこそ。ようこそいらっしゃいました。帰ってきた、はい、皆さん日本に無事に帰ってきた。帰ってきましたね。無事に戻りました。なんとなく、いやなんとなく帰ってきて魂は残ってる。そうそうそう。というか睡眠はすべてそっちに残って。睡眠、ね、睡眠なさ、ね、なさすぎ。睡眠なさすぎ。いっぱい寝たぞ。あ、いっぱい寝たね。それは比べが、ね、ね、寝すぎたというかね、寝坊したっていう、ね、そんな話を聞いたんだけど、その現地で、まあ、あと話しますか。その話も楽しみにしましょう、はい、ダニエルです。はい、比べです。野口です。今井です。もうかっこいい。はい、これなんかこの天然水の CM みたいな。天然水の CM で送ってください。はいはいはい。僕炭酸水が好きだから。ということで、もう E3 からも出てきましたので、はいはい、ちょっと振り返りの話と、はい、あとまあ今週遊んでるゲームについて普通で、E3 以外の遊んだゲームに、はいはい、まあ、あんまりそんなにないけど、はい。どうだろうね。あとまあ今回ね、ユーザーコメントは、まあ先週いろんなイレギュラーパターンで番組作っちゃったので、はい、今回ないんですけど、はい、来週までぜひ、ね、そうですね、コメント欲しいな、はい、また下さい。なので、どっから行こうかね、うん、まあ、今週遊んだゲームさんもそんなにたくさんないと思うので、うん、そこから始める、うん、はい、はい、じゃあまず、じゃあ僕先に行きます。あ、よかった、はい、何も遊んでない、はい、ずるい。遊んだのは、遊びたいのは、はい、アームズ、ね、発売しちゃったもんね。アームズいつ発売したの？16か。E3 中に発売するとかね、ダメだよね。メディア泣かせだよね。メディアにプレイすんなって言われてんのかな。本当そういう感じということです、はい、俺もやりたいな、やりたいですね。買ったの？買ってまだ買ってない。じゃあぜひとも買って、うん、もうこうやってね、みんなでやりましょう、やりたい、ね、みんなでやりましょう。これでコントローラー、うん、コントローラーでやるの一番いいんだろう。そう、俺結構モーション楽しそうな気がする。あ、モーションも楽しい。まあ実際買ってみて長くやり込んでどっちがいいかを、そうですね、じっくりと検証したいところだね、うん、いやもう私もコントローラーで決めちゃった。あ、本当？もう決めたんだ。前回のあ、体験でね。で、前回さ、でもさ、ダニエルさんも僕と似てさ、あんまりそのテレビで大画面でプレイできないから、携帯ゲーム機としてプレイしたらやっぱり、どっちもプレイした。あ、本当、うん、でもだからその環境的にさ、普段すぐに携帯ゲーム機としては使えるんだけど、はい、なかなかモニターでプレイする機会ないでしょ。そうでもない。まあそれはそうだけど、それもそうだけど、はい、そういう意味でも僕は普通のコントローラーでやりたいなって感じだね。他に何もプレイしてないな。あ、ちょっとちょこっと、まあいいや、うん、そんなにないです。E3 ばっか。E3 ばっかだな、はいはい、そうですよね、うん、みんなそうですね。はい、はい、じゃあ野口さん。僕もナイス。僕も帰ってきてシェンムーやろうと思ったんだけど、シェンムー、うん、シェム借りてたクラブさんが借りてるね。そうそうそう、やろうと思ってちょっといろいろ予定入っちゃったり、なんか片付けとか友達の引っ越しの手伝いとか、あ、そうなんだ、焼肉とかなんかそんな言ってたら時間なかった。焼肉美味しかった。何の話これ。焼肉が出るゲームベスト10。いやむしろ日本に帰ってきて何食ったか聞いてみたいな。何食いたくなったかね。確かに焼肉食いたい、食いたくなった。それを振り返りでね。そうですね、まずは、うん、じゃあ先週からここグルメ番組になって仕方ないじゃん。まあ僕はね、E3 中もねちょろちょろっと遊んでたけど、まあずっとやってるモノリスをずっとやってて、あ、まだクリアできなくて、もうラスボスまで行けたんだけど、はい、うん、すごい面白くて、うん、ぶっちゃけでも E3 で遊んだどのゲームより面白いよ。マジで。そんなことある。10分の CU とかではさ、やっぱそのゲームの本質はなかなかたどり着けないもの。でもモノリスはねめっちゃ面白いですよ。そんなに、そんな面白いよ。なんかまあ本当にレトロで、うん、あのシンプルでもうコンパクトだけど、うんうん、そのやりたいことが分かる、うん、何をさせたいか分かる。昔のゼルダやってる気分とか、まあ、昔のゼルダ俺ほとんどやってないけど、まあ、なんか毎回ね、あのダンジョンに入って、あ、敵出た、敵の配置はここだ、ここに逃げ込んだらなんとか防いで殺せるみたいな。じゃあそのデザインが絶妙というか、絶妙だよ。それは大きいよね。だって5、6年かけたって言ってたからね。まあ、あとはね、
今ちょっとスチームのライブラリー見てたら、まああとねすごいくだらないゲームをしてて、ディープスペースワイフっていうゲームをしてるんだけど、ディープスペースワイフ、それは興味、どんなゲームだと思う？ディープスペースワイフ、まあ SF テイストのある、恋愛シミュレーション、そう、あのちょっと惜しい、惜しい。もう一声 SF ではない、 SF だね、 SF ではない、まあワイフの強い、ワイフの綴りは WAIFU、 じゃあちょっと日本風のなんかあれなんだ、はい、あのジャンルはシューティングゲームです。シューティングなの？全然想像つかない。ギャルガン的に、あ、うん、ギャルガン、かなり近くの、ギャルガンはそのファーストパーソン、はいはいはい、あのシューティングマップの方で、あのいわゆる 2D シューティングでどういうゲームかってところ、まあ、バカらしいゲームなんだけど、昔日本の同人ゲームにもあったんだけど、女の子はすごいでかい体でいるんだけど、あ、女の子でかい体の、まあ、ここはギャルガンと一緒だけど、なんかそのスカートとか上のブラスとかショットするとどんどんバンバンバンって弾けて消えてくっていう。はい、じゃあクラブさん、何ですか？はい、僕はもう少しまともなゲームはそこ、はい、ですね、スイッチで聖剣伝説コレクションをちょっと買いまして、とりあえず2から遊んでますけど、うんうん、友達がいないので一人でやってます。あ、飛行機の中でも、飛行機の中でやってたけど、あのスーファミで僕2は当時やってて好きだったんだけど、やっぱ今そっと一人でやると時にちょっと辛いものがあるなと。二人でやるとさ、とりあえずなんとなく雰囲気として楽しいけど、楽しい、そう、まあ、あのゲームめっちゃ面白いかっていうとちょっとやっぱ単調だよね。うん、あとその結構ね理不尽だよね、敵の配置とかさ、あと1回撃たれると、基本さ1人プレイでやると1回撃たれるともう動けない時が、ノックバックが強いでしょ。そう、ノックバックが、それはさみんなでやってると、あ、俺やられてるから手伝ってカバーがあるんだけど、その AI がね大して褒められたもんじゃないから。そう、まあ、で昔のゲームはあんなもんだったと思うけど、そうだからもう少しね、やっぱせっかくあの今回、まあ、あの当時の名作があの、うん、まあ、リブートされたっていうのはすごい本当に嬉しいし、はいはいはい、うん、まあ例えばオンライン対応にするとか、この値段にするなら5000円しますからね、はい、もう少しサービス欲しかったかな。でもまあもゲームのコアの部分は変えづらいと思う、変えづらいと思うけど、うん、せめてそこでそのオンラインモードを追加して、それは嬉しいよね、協力プレイをできるように、ね、してほしいとか、うん、確かにそれぐらいのサービス欲しかったかな。この現段階ではさ、正直ちょっと大してバーチャルコンソールと変わらないレベルかな。まあそうですね、うん、でそれだと3本、まあ3今まで出てなかったから、そういう意味で3が出てきたこと嬉しいけど、それだけで5000取るっていうのはどうかなと。あれは2と3が同梱、あと1です、ゲームボーイのタイトル、その3本 の、 あの、まあ、名作ではあることは間違いないし、そういうゲーム今でも遊べるの貴重なことだけど、値段設定を変えるなり、あるいはこの値段にするならもう少しオンライン機能を充実化させるとかって感じですね。なるほど、うんうん、3はどうなの？3はまだあの今回初めてないし、昔はやったことないので、あの3と2の違いって結構微妙な違いなんだけど、結構違うんで、あのなんか3はあんまりアクションじゃない。あ、そうなんだ、うん、魔法とかが増える。いや、というよりもあのその行動にウェイトがかかって、一旦行動したらこっちがあの行動不能状態が長い。今でもほぼウェイトに近い機能はあるんだけど、そのウェイトの間は攻撃できるんだけど、ダメージが極端に少なくなるので、待つとまたあの強力的な攻撃ができるようになるっていう。まあもうちょっとだから、そこはさらに RPG 寄りになってるので、まあ、はいはいはい、結構それで好み分かれるけど。うん、まあ、ちょっとオンラインで誰か、僕友達いないんで、オンラインで誰かと一緒にやりたいなって感じだけど、それができないっていうのは、ね、クラブと一緒にやりたい誰かがもしいるので遊びに来て、ここで誰かでやればいいじゃん。そうね、みんなちょっとお互い仲悪いやろうよ。まあ、あのゲームでもそんなに難しくはないじゃん、基本的には。難しくはないけど、まあやっぱりそのみんなでやるとその単調さがちょっと消えてくるというか、消えてくるし、今回復して回復してとか言ってコミュニケーションするのが楽しいから。なるほどね。まあそんなところですわ、うんうん、はい、ちなみにクラベがね、はい、あのロス行きながらこうスイッチでゲームじゃんやってたね。帰りもずっと寝てたけど、帰りはずっと寝てた。あの皆さんあの機内で何を時間、映画だよ、ね、映画でしたね。2人とも映画ばっか見て、映画見てた。俺でもあの聖剣もやったし、映画も2本見た。わ、映画じゃあ何を見た？映画、僕はスプリットっていう映画見ました。なんか多重人格のナイトシャマランの新作、あ、多重人格者の話、はいはい、ぶっ飛んで、ね、結構ぶっ飛んでました。その人23の人格を持っていて、で、まあ、24人目の人格が出てくるみたいな話で、結構、まあ、サイコパスな話でしたね、うん、ぶっ飛んだやつ、うん、僕、まあ、それぐらいかな。あとはリトルマイサンシャインとか見てました、
あ、リトルミスサンシャイン、ミスサンシャインか、あれ大好き、あれ面白かったですね、あれいい映画でした、懐かしいな。じゃあクラブは？僕はザ・コメディアンというこれ結構新作だと思うけど、デニーロの、そうデニーロが出てるやつで、これ結構シリアス映画として日本ではどうなんやろうね、公開してないかもね、うん、面白かった。それとあのマクドナルドの話で創業者というか、まあ厳密に言えば創業者、自称創業者で本当は違うんだけど、あの、まあ、マクドナルドができるまでの話ってすごい興味深かった、うんうん、ドキュメンタリー性が高くて、ザ・ファウンダー、ファウンダーね、まあ、創業者っていう嘘なんだけど、それはいろんな意味であのそのタイトルつけたんだと思うけど、そうそのビジネスマンとクリエイターの違いとかがすごい感じられるものなので、その本当のマクドナルドを作った人たちは品質とかアイディアとかそういうものを持ってたんだけど、そのレイ・クロックって人だと思うけど、まあ、とにかくそれをフランチャイズ化することに全てを、はい、もう本当にプライドも何もかも捨てて、でも結果としてそれをこう一大企業にしてたと、興味深い話でしたね。ダニエルは、生きながらローガン、ローガン見ちゃったんだ、もったいないね、もったいない気がした僕。面白かった？ローガン、まあ面白かったというか、面白いところは、うん、まあヒーローがね、おじさんになって、うん、もう年取って、うん、もう何も使えないから、ね、そうそうそう、どういったこう生活でやってるのか、すごくそういうところがすごく面白かった、うん、面白そうだよね。なんだエグゼイビアもあのこう90歳になってまして、うん、まあ本当にこう自分の力をちゃんとこうコントロールできなくなってるから、うん、逆に危なくなったとか、うんうん、そういうところすごく面白かったね、はいはい、アクションがまあ普通って感じなんですけど、まあアクション映画じゃないからねちょっとね、今回はね、にしてもアクションが多すぎ、多い、多かった、それ問題だよね、多いんだ、中途半端だね、まあでも面白かった、うんうん、と到着、アライバル、アライバル、到着、はいはいはい、アライバル、あそっちか、そっちか、飛行機かと思って、飛行機の中で見ると困る、日本語ではメッセージになってる、メッセージ、あそうなの、あ多分そこがね語訳で、あそこでは到着って書いてあって、あそうなんだ、日本語ではメッセージ、なんか違うなと思ったんだよな、あそこの説明ひどくてさ、これさあの翻訳家が宇宙人の翻訳をやら通訳やる話でしょ、通訳者が、それがさあの日本語の説明では外国人とのコミュニケーションを取る、だエイリアン、そうそうそう、まあ、ひどいな。その飛行機の中のコンテンツだからちょっとローカライズが甘い、ローカライズがかなり甘かったです、うん、アライバルは日本語ではメッセージ、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 オッケー、メッセージ見ました、あれは結構面白かったですね、宇宙人がね地球に来てどうやってコミュニケーションするのかっていうところ、うんうんうん、あなたたちなんで来たのかと聞きたいんだけど、うん、それより前じゃあお互いのこう言語が分かんないから ね、うんうんうん、そうだから、まあ、言語に詳しい女性を、まあ呼び寄せて呼んで、うん、まあそのエリアンアイディアとして興味深いよね、まあ、もともとこれは有名な小説なんで、うん、SF の、うん、でまあ結構あの昔からあるそのファーストコンタクトネタではあるから、うちでも一応記事いくつか出してますし、ぜひ、うんうんまあ、とも読んでってください、うんはい、メッセージ、まあ、我々もいろいろねコンテンツローカライズしてる中で、あなるほどと思うところも結構ありましたね、やっぱりあそういうこと、あの翻訳をやる人たち、そう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 、翻訳があったり、ディスコミュニケーションがあったり、だからさ、はい、その翻訳とか通訳についての映画の中でその説明文に語訳が入ってるかもしれない仕方ないね、仕方ないね確かに、はい、おすすめです、はい、はい、じゃあ 僕の番、僕はね、僕はね一貫して最初からシャドウオブウォーをやりに行くつもりだったから、あのホビットを、ずっと見てた気がする、あ見てたって、あの読んでたってこと、いやいや、まあ、あと持ってたのはそのロード・オブ・ザ・リンクの方だけど、はいはい、あの映画でホビットがあったからホビット、普通にワン、ツー、ツーまで見て、スリーはちょっと疲れたから見れなかった、ほんと今井さんの指輪物語モード続いてますな、うん、だからや結構ねこうやって改めてホビット見てたらシャドウ・オブ・モルドールとかシャドウ・オブ・ウォーにやっぱり、うん、影響を与えた演出とか、まあ、ほとんど同じぐらいっていうか、ホビットの1、2やって3の公開の時にシャドウ・オブ・モルドが出た、だから、直接的に映像作品ではホビットが一番近い、だからアクションシーンはすごく似てる、似てる、あそうなんだ、なんかアクションは多分ロード・オブ・ザ・リングよりホビットの方が激しくなってて、はいはいはい、特にレゴラスが、はいはいはい、レゴラスわかる、あのエルフね、わかる、すごいよね、うん、すごい、超絶アクションを見せるから、もうかっこいいっすよ、ね、やりすぎなぐらい、やりすぎですけど、エルフってこんなに強いのかってぐらいに強いそんな強いイメージはないよ、ない、ないですね、でもねもう超アクロバティックに、あのドワーフの頭をポン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 って上に乗ってきて弓矢でパシュッパシュッてやって、近接攻撃ガスガスとかって結構残忍な殺し方するんですよ、でそういったところはやっぱりね、シャドウ・オブ・ウォーとかモルドールの人たち、まあ、
ちょっと影響を受けてるのかなって思うのは面白かった。あとはあの後半で出てくるスマウグっていう竜がいるんだけど、あのあれはベネディクトカンバーバッチ近い、美味しいベネディクトカンバーバッチ発音しにくいがやってるんだけど、すごいあのやっぱり演技がすごいの。竜なんだけど顔をこんな風に動かして、うまいな、これめちゃくちゃうまい、本当に竜が人間のような顔して動いてるみたいな。そうなんだ、あれは本当にやっぱ名シーンだね。喋り方もうまいし、すごい演技だった。竜でも人間でもない感じ。そうそう、なんか邪悪な感じだけどどっか可愛い。ちなみに、フロードの役やってる、うん、マーティン・フリーマンもあのイギリス人なんです。フロードじゃなくて、はいはい、あっちだよ、ビルボだ。あ、ごめん、ビルボ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 、そうイギリス人多いねやっぱ。そうそうそう、確かに、うん、まあビルボのイメージってなかなかその小説のだともうちょっと年取ってるイメージだったけど、まあちょっとコメディアンっぽくなってて、うん、まあうまいっちゃうまい、うんうんうん、ただやっぱり小説読むとなんかそのイメージがちょっと頭に入りしすぎて邪魔だっていう気持ちは少しある、うんうんうん、そこら辺はなかなか難しいところ、うんうんうん、さあ E3 かね。 E3 の元気ないわだいぶ元気なくはないけど元気なくはないよ。ただし、うんうん、まあそろそろ振り返りを話して、はいはいはい、やりましょう、やりましょうということですね、はい、まあ結構ね直接現場からいろいろ動画コンテンツを作ってきましたので、まあ同じ話リピートする意味がないなと思うので、はい、どうしましょう。まずまあ、日本に戻ってきてちょっとこう、うん、落ち着いてたんで、うん、で俺たちも、ね、はい、ニュースをチェックしてるから、はい、ようやくニュースをチェックして、はい、そうですね、俺このニュース知らないよ、知らなかったっていっぱいあった皆さんね、実は E3 のね全てのニュースを拾いたいんだったらやっぱりネットで見たりネットのニュースサイトを読んだりした方が一番ベストです、ね、そういう時代だよね。現地にいるとねバタバタしちゃうんで、うん、そう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 、涼しいところで、ね、ネット多すぎるしね、涼しいところでインターネット見てるのが一番楽あ、確かにね、ジャスミン茶でも飲みながら、そうそうそう、あの現地はもう本当に忙しいんでね、はい、ってことで、そうですね、印象に残るものとか、今までのそうあのゲームね、まだ見落としてないものとか、うん、はいはい、現地行ってて気がつかなかったニュースとか、はい、これいろいろあるよ。じゃあやっぱみんなすぐ知ってた、やっぱあまり E3 と関係なく発表されたと思うんだけど、アンダーテイルの PSO は、うん、知ってた知ってた、僕はウィークリーフィックス作ってるとか、あ、そうか、ウィークリーフィックスで扱ったのか、うんうん、あれは俺はプレステコンファレンスで並んでる時、並んでるとか座ってる時に隣のブラジル人がおい見ろって言ってアンダーテイル来るって言ったら本当にリアルタイムでした。でも別にカンファレンスとか全く紹介しなかったよね。紹介しなかったね、うん、だから一応あの時には他にもニュースあったんだけど、今回のソニーカンファレンスはちょっと短かったしさ、短かった、ね、しかもさインディーの命も出てこなかったから、確かに、まあなんかあの世界的には結構ビッグニュースだったんだけど、うんうん、特にまあ日本語にも対応するというのも大きいし、ね、大きいですよね、プレステ4とビータで、うんうん、はい、なんでやっぱアンダーテイルの話は、まあ、あのユーザーの皆さんのファンもいっぱいいると思うので、うんうん、やっぱちょっと大きいかなって、はいはい、ようやくできるようになった、うん、本当ね、うん、これは結構大きかった、はいはい、他に何かある？僕は別にそのニュースを知らなかったわけではないんだけれども、メトロイドの 3DS 版が来るという話は別にその知ってたし、楽しみだなと思ったんだけど、家に帰ってその任天堂ツリーハウスライブの映像をゆっくりと見ながら、あ、どれだけその新しいゲーム、まあ一応メトロイド2をベースとしてるんだけど、すごいもうほぼ完全新作と言っても過言ではないほどオマージュ程度なんだって、うん、でそこであの例えばその敵が攻撃した時の弾く技とかいろいろと新しいゲームプレイもあったりして、あとあのそのサムスがなんか一時的にすごい強くなる、うん、あのちょっと名前忘れたんだけど、まあ、超必殺技的な、あのものもあったりとか、あとはまあここがこのゲームが任天堂とスペインのデベロッパーとの共同開発で、うんうんうん、あの作られていて、なんか出てたね会社の名前、そうそうそう、そこを少し詳しく見ていくと、いや、うん、ああプライムのロゴだけだったけど、そうそうそう、これがきちんと紹介した。いや俺もさ、あれ最初の任天堂のカンファレンスっていうかさ、あのビデオが終わった後に、はい、あれメトロイドやってるよ、これニュースにしなくていいのっていう気分だった。だからあの多分混乱
できるようなポイントね、メトロイドプライム4でしたっけ、はい、の発表の後に、しかもロゴしか何もない発表の後に、はい、メトロイドのゲームで見せてまして、はい、同じゲームかどうかとかちょっと話しちゃいそう、まあ、3DS のあれで出してたから、ね、まあ分かるとは思うけど、はい、うん、もちろん、まあ、でもそこで本当にメトロイドファンにとっては本当何年も何十年もとても近いぐらい新作がなかった時に、人によってはさプライムよりもあっちの方が大きいな、ね、いや俺はそうだよ、俺もそうだけど、うん、俺プライム、まあ、野口さんには悪いけど FPS 苦手だからさ個人的にはそのメトロイドファンにとって俺まで嬉しい気持ちになったんだけど、個人的にあれをやるかというと多分やらない。あ、そうなんだ。そう、俺やるかな。僕すごい興味ある。俺は、ね、初めて、うんうん、初めて、あの 2D メトロイド多分初めてあれで遊ぶ。いや違う違う、だから 2D はやる。あ、プライムね。プライムは多分やらない。だから 2D のやつに関してはめっちゃ嬉しいっていう気持ちだし、そのメトロイド2やったことないしさ、あれ今さらやろうと思って、メトロイド2ゲームボーイ、ゲームボーイやな。そうそうそう、いやメトロイド1も2も大変なゲームだからね。結構ストーリー大変なゲームだけど、ストーリー的に結構メトロイドシリーズにおいて非常に大事なものらしい。 だから今回2のストーリーをベースに思ってこようって話になった。なるほど。だ別に何もゲームプレイをそれと合わせて作り直すんじゃなくて、基本完全新作だけど、うんうんうん、2のストーリーをもう一回語り直すという、うんうんうん、結構シリーズ あの全体が見えてくるようなゲームになりそうだし、うんうん、まあ、個人的にすごいそこは楽しみだな、ね、2つも、ね、発表されたのもとても思わなかったね、うん、メトロイドに対しては任天堂はちょっと冷淡なタイトル。俺でも大胆予想してたよ。それはどちらかというとあのなんか希望的観測だでしょう。まあそうですね。いや でも今回来ると思ってた。なんかね、俺覚えてるよ、今井さんと話してる時に今回来るといやないわって言われて、いや俺は来ると思って、俺はあのフェデレーションの あのあれがちょっと衝撃が強かった。 あれでちょっと心を痛めてた。気持ち悪い、気持ち分かる。また来てあれだったらどうすんの。そうね、よく分かんないです。いやメトロイドプライム4実はあれ除けなんかスポーツだったらどうする、なんかシューターで。やだよやだよ。いやちゃんと作ってんじゃない、うん、でもあのレトロスタジオじゃないんだよね。うん、うん、なんか新しいところ、なんか新しいところみたいですね。レトロスタジオ何してんの。あ、だからあれでしょ、あの一応分離してあの人リコは、リコは行ったんだけどレトロスタジオ自体は残ってるよね。残ってるらしいですね。使用したあのスタッフがいないとか、うん、でもなんかあれ、うん、まあそこもちょっとね気になる。そうですね、はい、僕はそれです、うん、はい、なんかある。僕もそんななくて、まあ、キングダムハーツ3の新しいプレイ動画いきなり、ね、期間中公開されて、なんか不思議なタイミングで来てあれと思って。いやあれはちょっとカンファレンスとかで出すといつ出るのかっていう、あ、まあ言われちゃうとは思うけど。でもまあ今回のカンファレンスは結構保守的っていうか、そうですね、はい、任天堂を除いて保守的だった。確かに確かに、そう、うんうん、任天堂はさ嬉しい発表持ってきたけど、うん、もうちょい情報くれってポケモン作ってますみたいな。あったね。あれは何もわからなかった、ね、確かに。よかったねって感じだけど、メトロイド作ってます。そうそうそう、うんうん、それはあったよ。ヨシもカービィも作ってる。タイトルまだないし、ヨシカービィはちゃんとゲームプレイあったから、あったから、まあ、どういうゲームか分かる、ね、でも個人的にはこれ多分結構だから今までソニーとかはだいぶ先のものを発表しすぎてバッシングされたけど、はいはい、俺は E3 の楽しみの一部はそういうまだ遠くにあるものの存在を知ること。そうだ、ね、知ることはだせめて、うん、あのちょっと発表の仕方はあんま良くなかったけど、俺はソニーみたいなアプローチでもいいと思って、昔のソニーも、うん、今年だったさ、じゃあ現実的にあるものを発表しただけだけど、まあ夢見させてくれるってことですよ。 夢がないよね、あんまちょっとね、うん、だそういう意味では指輪のビヨンドグッドアンドイブル2はあれはグッド、ね、びっくりしたね。あれはびっくりした。プレイ動画っぽいのは結構流れてた。あれイベントだけじゃない、イベントシーンだと思います、はいはい、あれムービーシーンだと思う。結構映像多かったけど、あそこで初公開にしてはね、うん、うん、確かにティザーっていうレベルではなかった。そうですね、うん、しかも僕らは残念ながらその機会なかったけど、はいはいはい、一応ビハウンドクローズドア、その一部限定公メディア限定公開では実際ゲームプレイがあったという話ですよ、うんうん、それは気になるね、うん、そうそうそう、そういえばね、マリオ&ラビッツもそうなんですね、はい、僕がプレイしてないけど、いろんなね、まあ、IGN の他のメンバーの、まあ、プレイした上で、うん、話を聞いたら結構評判いいみたいな、ね、結構、まあ、XCOM 系のそうだよね、うん、面白そう、強いんだけど、まあ、マリオらしくラビッツらしくちょっと楽しいみたいな、うんうん、ラビッツって海外で人気どんなもんなんですか。
日本だとあんまり欧米でもそのアメリカでは全然人気なくてフランスで人気があるし、あ、フランスで人気なんだ。もともとレーマン、あ、レーマンのとこか、まあ、なるほど。UBI のねお膝元ってことですから、フランスではかなり人気って話聞くよ。そうなんだね。ヨーロッパも結構人気なんですね。まあそう、でもイギリスとかでも、まあ、でもアメリカでも多分子供向けのシリーズなんですね。はいはいはい、なので今回、まあ、ラビッツもそうですしマリオもそうですし、ちょっと子供向けの部分があるんですけど、うんうんうん、ゲームとしては結構ね、上の方ではね、結構ハードパワーゲームだよね。ハードっぽいよね。だから僕はすごくあのタイトルやってみたいって。やってみたい、僕も。ちょっと列長かったな。そう、並べなくてできなかったけど、少なくとも UBI カンファレンスで見た雰囲気だけでも、これは面白い、ね、面白そうだ。なんかちゃんとカバーの概念とかもありましたね。なんかジャンプしてブオーンって上から行くっていうなんか方法とか、はい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 、すごく、ね、戦略性としてはいろいろなギミックを入れてる感じはした。そうね、うん、やっぱ あれ発売日決まったんだっけ。もうすぐですよ。もうすぐ8月10月本当にもうすぐですね。10月かな、覚えてない。今年中ですね。もう今年中、はい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 、そうなんですよ。日本ではアナウンスありましたっけ。まあ正式にあったかどうかは記憶にないけど、まあ、まあ、でもないことはないです。まあ、まあ、マリオが変わってからだよね。まあ僕はね、うん、非常にこう気になる知りたいところがお二人ね、はい、初めての初イスイでしたが、はいね、どうでしょうかね。アメリカまで行ってそういったビジーなイベントに行って、はいはい、まあ、いろんな撮影とか取材とかしたりして、うんうん、はい、どうでしたか。ゼノグさんからどうぞ。僕ですか、はい、すげえ楽しかったですよ、全体的に振り返れば。すごい忙しかったけど、やっぱ現場の雰囲気、現場ってか現場じゃないや、本場か、本場の雰囲気はすごい、あの熱が現場でも間違っちゃう。現場であり本場だよみたいな。やっぱ日本と TGS と比べてやっぱ年齢層も全然違うし、結構女性比率も高くて、そうだね、客層がも全然違いますね。なんかもう、まあカンファレンスにしても E3 全体にしろ、はいはい、で税関通るときなんて E3 って言ったら通じたぐらいなんで、やっぱ向こうだ。俺通じなかった。あ、本当ですか、うんうん、やっぱ通じなかった僕だけか。いや通じる、あのその相手してる人が多分知らない人かもしれないけど、たまたまだよね。でもタクシー、まあ、通じる可能性があると。タクシーのうんちゃんとかにも E3 来てんだったら、ああ E3 って言ってる。僕も行くわね、タクシー乗って、ウーバー乗って、うん、今からコンファレンスセンター行くんですかね。僕もすごいゲーマーで、あのキングダムハーツ3楽しみにしてまして、でそれで10分20分ぐらいほどのキングダムハーツ3の話されました。なんでまだ出せないのとか。めっちゃ聞いてる。日本人のタクシーのうんちゃんで、もしキングダムハーツ3好きだったとしてもそういう話しないよね。しないっていうか、好きな人そんなにいないし、いないだろう、ね。まあ、東京ゲームショーに行ったら、あ、こうどういうのイベントやってんのってぐらいの認識かもしれない。そうだよね、少なくともだって、あのロサンゼルス あのダウンタウンのところにはもう E3 書いてある。書いてあります、ね、あとウォールペイントとかでガーッと、今回はバトルフロントだっけ、うん、すごいの、暑かった。なんかあれを見てら、まあダウンタウンの人たちは、あ、なんかゲームのイベントあるんだなってみんな思ってるし、とりあえずなんか屋台の人たちもね、路上とかに集まってきて、そうです、ね、なんか E3 のお客さんに相手にさ、はいはい、あのフランクフルトとか売ってましたね、ホットドッグ売ってるし、俺マッチの人に声かけられたしね、あのなんとか俺を一緒に中に入れてくれる、そうそうそう、あ、言われた、僕も言われた、言われました。いや、だから EA のねカンファレンスの時 に、ね、の時になんか絡まれちゃった、絡まれちゃった俺。え、何に。え、だから普通の一般客に一緒に入れてくれよ、 EA プレイに入れてくれてて、俺はなんか野口を救って、お前らうるさいから置いとけって言って、こう引きずり上げてようやく入れたんだよ。そう、助かりました。そういう人はいっぱい発生するから大変ですよ。はい、はい、うん、それじゃあ、僕もすごい楽しかったです。特にまあそのプレスカンファレンスを生で見る時 の、 その衝撃のすごさっていうのは、やっぱりその利便性で言ったら日本でその生配信見た方がいいけど、やっぱりそこで現地でその発表を聞くというのはやっぱ違うなと思ったし、あと個人的にこれは E3 と直接関わるのかどうか分かんないですけど、 IGN の、 その国際的な組織でいろんな国の人たちと知り合っていろんな意見を交わし合う中、新しいゲームが発表されていろんな人とコラボをしてというのがすごい。今回まあ、IGN ワールドで言うとね、15カ国ぐらい の、 あの編集部のメンバーがいましたね、はい、その人たちと一緒に仕事するその国際的な組織のあの感覚はすごい僕は楽しかったですね、貴重でした、はい、うん、で E3 の会場自体に関して言えば仕事として、すごい楽しいですけど、
一般客としてだったら行きたいかって言ったらちょっと別かなって感じです。それはどのレベル？僕そもそもその10分とかの私有のために何時間も並ぶのはあんまりその意味が分からなくて、それ仕事として、まあ、TGS と一緒じゃない？ TGS も行かないよ、あの個人的に、うん、まああの今年はね特にひどかった。多分そうですね、あの普通あのバックドアは別として、うん、表のところに結構そのXBOX とかプレイステーションとかの場合はかなり自由にいっぱいあるじゃん、ショーケースがガーって並んでじゃん、うん、あこはすごく人気があるゲームは以外はほとんど1人か2人待てばできてた、うん、できましたね、うん、でも今回結構やっぱ人は多かった。それは違うよね、まあ、僕個人的にだからゲームライターとしては当然それを楽しみしていくわけだし、うん、自分のカバーしたいゲームをプレイして記事を書くんだけど、いやゲーマーとしてだったらまあ別に観戦に待つわって気持ち。なるほど、個人的にそんなにすごいショー自体に行きたいかというとまあ別かなって感じです、まあ、今年の E3 初めてこう一般のユーザーが入れるようになりました。その中、まあ、というか去年も一部あったんですけど今年はチケット発売形正式に、ね、なるほど、で、うん、僕もちょっとだけそういった一般ユーザーといろいろ話してみてどうですかと聞いたんですね、うん、でみんなすごく夢を兼ねたとか昔から言いたかったんだよね、みんな ね、うん、あの特に、僕が、ファイナルファンタジー14をあのプレイしに行くときに、はいはい、まあ、あのゲームってもうチームプレイなので、はい、体験も8人プレイだったんですね、うんうん、だから1人でプレイするわけないので、あの他のこうみんなと一緒に、でその残りのその7名がみんな一般のユーザーで、で5、6人ぐらいが一緒に来てた方々だったんで、もう本当にお友達たちと一緒に大好きな FF14 の最新コンテンツを一緒にプレイしに行きました。早い時間から並んで、あのだいたい朝 10時スタートで11時ぐらいでプレイできたぐらい早めに並んでたんだろうとか、そういう意味ではまあすごく楽しそうだったですね。そうですね、まあ、誰かと一緒にそうやっていくというのはそうだろうね、うんとちょっと思いました。そういう楽しみ方も当然あるでしょうね。そうね、あの、うん、難しいんだよね。でもそのイベントの楽しさってさ、結構ゲームの楽しさとどこまであの、ね、同じなのかっていうのは、まあ、確かに。俺は結構そのゲーマーとしての性格は誰かと一緒にゲームするよりはそもそも一人で、うん、あの静かにゲームをやりたい。だから誰かと一緒にイベント行くことに対してそもそもライブとかも興味ないし、基本的に家で実況したそういう人間なの。まあお祭りが好き、まあ、まあ、お祭り自体は僕も嫌いじゃないんだけど、ゲームっていうものとお祭りっていうものはどの程度さ一緒なのかっていうのはちょっと疑問になる部分はあって、まあゲームの一つ、逆に本を読むことと比較したら、まあ、似てる部分もあるよね。その本の最初の5ページを読むために2時間並ぶのか、ね、本が出るの待つわって気持ち、まあね、いや一つすごくその僕の中でいろいろなんていうかエピソードとしては関心があるのは、ね、一昨年かぐらいの時の E3 の エボルブがあのちょうど出た時に、はい、でエボルブはあのメディアからの評価めちゃくちゃ高かった。確かに高かったです。いや特に E3 の評判はすごく高くて、もう、めちゃくちゃ高かったんだけど、その後ローンチしてもうめちゃくちゃあの評価は低かった。なんでかと考えた時、俺はやっぱ E3 でエボルブやったんだから楽しい。だって知らない人と全く分からない人と、じゃあお前モンスターね、俺たちこの4人で戦うぞって言ってみんなでやって、しかもね説明してくれるの、あその、ね、スタッフが、はい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 、じゃあモンスターこうやってこうやって、じゃあチームプレイしなきゃいけないよってして、ちゃんとチュートリアルを植えてやるこの経験はもうあれ、ま、その祭りに合わせたゲームそうお祭りっていうか、うん、もう一つのアトラクションだったと思う、はいはいはい、でそれで面白かったけど、でもじゃあこのエボルブを家帰って一人でやると楽しいかって言われると確かにそれはちょっと微妙だと思う。そうだよね、なるほど。なんであのこれはねライターとしては非常に悩ましいんだけど、あこで感じたなんか興奮ってものはやっぱりどっかで冷静になんなきゃいけないところもあって、なんか本当に面白かったかって、あのパブリッシャーは面白いようにいろいろやるんですよ。そうそうそう、お菓子も持ってきてくれるし、ね、照明も出してくれるし、綺麗なお姉さんがいるかもしれない。そうそうそう、でもそういうのはまああるんだけど、すごいわかる、ちょっと冷静になって、そうそうそう、本当のゲームの王者はこれかっていうね、それをね考えなきゃいけないっていうのはやっぱり難しいところ、ね、それはもちろん常に目指してるポイントだけど、そこでじゃあそのゲームショーの本質を考えた時に10分だよね大体プレイできる、うん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 、そこでそれは判断しづらいんだよね。しづらい、だからそういう意味でまあ、どこまでそこに意味があるのかっていうのは難しいところだよね。まあ、だからそこは、まあ、まあまあ我々は仕事として言ってるんだから、一体どういう取り組みかっていうのを自分で設定してやればいいと思うんだよ。まあ俺の中ではそこでそのゲーム、まあ、プレビューであればもちろん当然そうだけど最終判断はできない。だからもう少しやっぱニュートラルな姿勢から
そのゲームの内容を紹介する程度の記事しか書けない。いやだから一つはユーザーがまだ知らないことを教えてあげるっていうのは、でも僕が結構重視してるのは、うん、作っている人とか少なくとも関わっている人はどういう人かを知るっていうのはすごく重要で、それが僕の中でそのタイトルのその後の付き合いにやっぱり影響を及ぼすんで、まあできれば開発者と話したい。そう、それベスト、ベスト。それはやっぱ今回だからその一般の来場者も増えた中で、全てのゲームに対してそもそもプレイできるかどうかもアポを非常に取りづらい中難しかったよね。難しいね、うん、だからそういうのがあった場合に、うん、そもそもそういうあの開発者と話せたゲームについてちゃんと書けるんだもん。ちゃんと書けるし、はいはい、ちゃんと書けるし、まあもっと言えば別にゲーム以外の要素でもやっぱり重要なメッセージってあるわけじゃん、はいはい、でそういったものやっぱり出していきたいと思うし、だからやっぱ大型になればなるほどなんかもっとショーになっちゃってちょっとお祭りになっちゃって、うん、ちょっと本質的な部分は外れちゃうけど、うん、まあその開発者と出会える場所をうまく作っていくっていうようなことと、はいはいはい、その一般のライターを楽しむってことを、まあ今後はうまく両立させてくれるのが僕としては理想で、TGS みたいにさ、そのパブリックデーとメディアデーみたいなのは必要なのかな。そういうあの、ね、あの施設はある。ただやっぱり、ね、お金がね、それすると長くなっちゃってかかるんだって。すごい素朴な疑問なんで、もちろんその E3 のイベント性としての意味はあるんだけど、そのまあ今回一般来場者も入れるんなら、そのそこでさ何時間やって体験できるもの、なんか今の時代さ、もうそういうあのいろんな新しいゲームをあの体験版ダウンロードできる期間みたいなの作ってもいいのかな。まあだから別にアコでショーケースしなくても別にね、ベータ版とか出せばいい。ベータ版で例えばあのその3日間限定とか、うん、はいはいはい、そういう共同限、そうだね、うん、あの体験版イベントみたいなのを配信すれば、うんうん、まあ究極な意味で我々の必要がなくなるよね、メディメディア。いやだからそこからは我々はもうちょっと踏み込んだ形であのインタビューしたり、インタビューですよね、そうだよね、インタビューなんと思うし、うん、あとはまあ本当はやっぱり、まあこれなかなか悩ましいけど、我々は みんなが知らないゲームを発掘するっていうあの義務もあるから、それはなんかもっとマニアックなとこから引っ張ってくることもあるし、うんうんうん、やっぱ個人的に今回の E3 でもやっぱり面白かったのは Xbox のショーケースの、メディアでしか入れない時にやっぱりあのインディーの人と話はゆっくりできた。僕もそういうのであの一つ前ちょっと話したけど、 E3 に出展はしてなかったけど、ファノメナというところの BR ゲームをそこでプレイしてちゃんと話も聞けて、ルナでした、ね、ルナというゲームなんですけど、うん、そうだよね、うん、そういう意味でそのイベントの本質がこの、まあ、IT 化が激しく進んでいる時代の中少し、うん、いろいろね、うん、問われます。なのでそのゲームのその最新ビルドが集まってるかどうかというよりは、やっぱそれはねこの時代だとベータとか何でもできるんですけど、まあ実際その、開発者が集まってるのは一番大きい、はいはい、それが来場者も入れちゃうと少しなんか、うん、まあ、そう複雑な気持ちになってくる。メディアのメンバーもそうですし、そうそう普段こう交流できない人たちが一緒に同じ場にいるんだけど、来場者も入れるとその人たちと会うチャンスがまた劇的に減ってくるわけだから、まあまあ、それはでもそうそうそうでもないでしょ。だっていやいやいや、めっちゃあったよ。イベントアポ取るのすごい大変だって。そんなことないそうかな。だってあの普通のこの一般的な来場者もいる、だからこそビハインドクローズドアのプレゼンテーションが増えた今年。そしてあのアポもまあブースとか会社によるんですけど取りやすかったんですよ、うん、僕の。まあそこは結構パブリッシャーとかの方針によってバラバラかな。そうだね、それは、うん、ほとんどあのバックヤード持たないところもあったから、うん、でもそれよりは、だからそれよりゲームをプレイできるかどうかというよりは、そのゲームのクリエイターだと直接お話できるのが一番、そうですね、はい、そうね、はいはい、そう思います。だからそのなんていう、正式的にそのあの E3 のイベントの3日間だけではなく、うん、ね、そう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 、ここね、毎日のその夜の交流会とか、いや別のね、カンファレンスとかミーティングとかね、うんうん、パーティーとかはすごい重要で、重要、まあ、うん、それでだからちょっとあの今回僕が残念ながら見れなかった、残念ながらこうなんだけど、まあ、いくつかも見たいタイトルもあったけど、まあ、仕事で見なきゃいけないものとかもいろいろあったけど、はいはい、一つは、回れなかったスペースとしては、僕毎回回ってんだけど E3 のインディケードっていうコーナーがあって、うん、インディケードっていうのは、カナダの主催する団体のインディーの、ショーケース、で彼らは別に特別な、まあ、カナダででかい あれもあるんだけど、いろんなところにインディケードってか出展してて、 E3 にもインディケードブースターかなり奥にあったやつ、奥あ俺見に行ったわ。
で、でもなんかゲーム少なかった本数がそれ、まあ、まあ少ないんだけど、インディーケードはあのインディー系のそのショーケースっていくつかあるんですよ。メガブースとかインディーケードはあるけど、かなりアーティスティックもう相当クレイジーで、なんかね部屋を全部なんか作ってたりする、はいはいはい、以前僕がゲームしたやつはもう極端なやつ、なんかわけのわかんない 3D ゲームをなんか、ね、女性の正規を模したコントローラーでプレイするっていう全く意味がよくわかんないやつとか、なんか過去の自分のなんかスクラップブックとゲームを一緒にプレイするとか、本当にあのビデオゲームに限らず、そうですね、前さん今回は全くそこ行けなかった、全くは行ってはない、一回行ってそこで一つだけあのとどうしても見たいものがあって、ライオットっていうイタリアの人が作ってる、まあ結構話題になってるインディーゲームで、それは 見た、であのデベロッパーと話した、うん、でそれは結構すごいゲームで、ライオってそのままなんだけど、うん、世界ライオットゲームズと違う、ライオットゲームズと違う世界各地の本物のライオットを RTS にしてる。ごめんすごい英語話者っぽい顔して申し訳ない、ライオットって何だ、ライオって暴動、暴動、暴動か、あのだから天安門事件とか、入ってる、そういう社会主義国でのライオットとかを全て実際にやってるっていう、すげえ面白そうだけど、変なゲーム、問題ないそうだね、問題ないそうだけどでその人とは冗談で、天安門事件ね、危ないよあ、残念ながら日本はないんだよとか言って日本は平和な国だってことよかったね、南米と、残念ながらじゃない、残念ながらではないけど、ね、まあ、70年代とか昔あったよね、アンポと か、 学生とか南米とイタリアが多いの笑っちゃうでしょでもこれがね全くねすごくねゲームとしてはね面白いのかどうかも謎な感じなんだけどね、 RTS でさすごい分かりにくいゲームだったでもさみんな言ってたけど今年は例年に比べてインディー少なかったという話聞くね、インディーっていうなんか扱いはねやっぱ少なかった、まあ、でも例えばなんですけどプラットフォームブースの中で、例えば Xbox ブースの中でインディータイトル結構ありましたね。 Xbox が一番プッシュしてた、あそうな、僕なんかのソニーとかほとんどプッシュしてなかった、そう僕なんかのなんかの飲み会でインディーのデベロッパーと話した時は、まあ、Xbox はいいね、ソニーとインディエンドはクソだねみたいなことを結構言ってたからやっぱりみんなの印象はそうだった、まあ、今年はそんな印象があったわ、うん、まあ任天堂はニンディーズとかやってるけど、E3 は全く何もしないよ、ね、そうだった E3 ではタッチしてなかった、まあ、ソニーもねあのずっとそういったサポートはやってるんですけど、今年は、ね、今年の なんかそうあの VR のコーナーにはやっぱりインディーズありましたね、はいはいはい、あのモスとかはそうなのかな、モス、うん、は多分そうですよ、はい、まさに楽しそう、はい、うん、そうね、ちょっと楽しそうですね、そうそうそう、逆にあの、まあ、大体話したかもしれないですけど、その経験者としては今回はなんか、うんうんうん、気になります、まあ、やっぱり、まあ、全体の印象としてはどん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 メディア向きよりも一般向きになったのが大きくて、やっぱりね、でそこはやっぱりお客さんの雰囲気とかも少し変わってきたし、我々としてどこにあのスポットライト当てるかっていうのはすごい考えなきゃいけないなと思ったよね。あと今年 E3 の会場の中で EA のブースがなかった、うん、そうだね、あ、はい、今回はあの、まあ、ユーザー向けのイベント、うん、まあ、メディアも招待したんだけど、うん、っていうあの別全然別ところで、うん、あのイベントやってて EA なので、あのそのなんていう会場内のバランスも若干変わったというのは、普段ウェストホールとサウスホールがあるんですけど、そのウェストホールの中に普段今まで毎年ね、まあ、毎年か分かんないけど、あの任天堂、プレイステーション、Xbox、すべてを揃ってるんですけど、はい、あそうなんだ、で EA が普段ウェストホールの、サウスホールなんですけど、はいはいはい、今回ウェストホールにそのままプレイステーションと任天堂があったんですけど、うんうん、Xbox はサウスホールでしたね、分けてて、うんうん、なぜかさ、ウェストにセガあったからすげえ昔のハード製造者がそこであった任天堂とセガがまるでねセガの半分ぐらいアドラスでしょ、アトラスはありましたよ。あったけど、でも半分ほどではない。半分とは、うん、半分もあった。結構大きかったよ。今回リュウシックスとあのソニックが多めだったけど。でも、まあ、半分はいくけど3分の1ぐらいアトラスだったと思うよ。そう、プレス受付も別だったし。あ、そうでしたね。別でした。はい、まあ、あとエクシードがそのそばにあって、まあ、マーベラスね。ああ。そうそう、まあ、ということで、あのなんていうそのサウスホールとウェストホールのバランスも若干。今年変わった気がしました。なるほどね。確かに。いや、どん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 いわゆるあのプラットフォーマー以外のパブリッシャーが離れてる感じがする。そうですよね。自分たちでイベントやる方向に行ってて。ベセスタとかそうですもんね。ベセスタもそう。ベセスタはまあ今回結構でかいブースがあったけど、あったけど、まああんまりその人はいっぱい遊べない感じだったね。すごいこだわったブースだったけどね。すごかったけどね。いや、楽しそうだったな、あれ。超行きたかった。あのドゥームじゃなくて、ね、ウルフェンシュタイン。ウルフェンシュタインのドゥあのね。ウルフェンスタインが、ね、アメリカ用のダイナの形のブースなのでダイナ入って、うん、バーカウンターでゲームするね、すごいよねあれ、あの
ダイナー用のディスプレイゲームを存在するの、はいはいはい、面白かったですね、うん、面白そうだね。あと実際ミルクシェイクとか配ってた。あ、出るんだ。会場内でも遊園地が続いてる、ね、いや、ベセスタランドですよね。ベセスタランドすごかった、うん、ベセスタランドも一回今井さんがそこでね、皆さんのご案内をする動画撮りましたね。ベセスタランドはね、いろんな怖いことが起こりそうで今後もやってほしいですけど来年に行きたいですね。そうですか、はい、そうですね。いかがでしょうか。そんなところ、来年の E3 行きたい行きたくない、どうですか。いや、行きたいですよ。行きたいですよ。もちろん行きたいです。また何かがっつりと。なんかここになんかこれは 見ときたかったけど残念ながら見れなかった。あ、プレイできなかった。まあできなかった。僕はすごい仕事が忙しくて残念ながらドラゴンボールファイターズできなかったですね。なんで。いや、仕事があんまりにも溜まっちゃって。何の仕事。それは先ほどの夢の中でいろんな仕事が寝坊した。そう、僕寝坊しちゃったんだよ。これ起きたら11時半で。びっくりしましたね。聞いたらさ、あれでしょ。自分がさ、9時何分に行って10時くん。そう。8時50分集合ですって、その前日のように。最初の日遅かったから、そうそう、明日ちゃんとしろよ、お前ら。そう言われて。はいはいはい。とはいえ、みんな、もう本当に深夜までにね。いや、まあそうですよ。はい。まあ大変でしたけど、ね。でも面白いのは、自分で面白いのが、俺さ、電話とかもしたでしょ、俺の部屋。いや、全然しました。全く聞こえなかった、はい。電話したし、ドンドンドンってやったし。いろんな方法でアクセスを試みたが、うん、比べから何の反動もない。ただの屍のようだ。だから俺たちもうどうしようもないから、比べ置いてすここないよって言って置いてた。てかもういないと思ったでしょ、ただその。いや、だからどこにいんのかなと思ったよね。だから先行ってるかなんかかなと思ったけど。先行ってるか誘拐されてもう殺されてるのかと。いやー、ほんとドラゴンボールできなくて残念だ。本当だよ。3人で行く予定だったのにね。そう、今井さん、プレイしたかったけどできない。結構あるね、やっぱりラビッツだね、結構個人的には、うん、それはちょっと気になってるタイトルだったから、うん、あとはなんだろうな、まあさっきの続きだけど、イベント系で行けなかったのはちょっと IGN のパーティーと被ってて、ミックスっていうイベントがあるんですけど、はい、これはメディアインタラクトなんとかエクスチェンジとかな、はい、そういう、あ、メディアインディーエクスチェンジっていうイベントなんだけど、これはインディーのショーケースで E3 と一緒にやってたり、他のイベントと一緒にやってて、うん、ここで出てくるタイトルは非常にいいです、まあ、なんでネットでもみんなチェックした方がいい、はい、なぜならば僕が気になってたミックスで見たタイトルはほとんど任天堂のスイッチに来ました。そうだから、ミスターシフティとか僕が最初に見たのはそのこのイベントだった。このイベントで間違いなくこれはいいゲームだと思ったら、やっぱりすごくみんな成功して、クオリティが非常に粒揃いのタイトルが集まるから、まあ、本当はチェックしなかった。まあ、別のライターさんにちょっと記事書いてもらおうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、なんでそういうね、E3 周りのイベントの方が逆にレアな情報は得られるかなと思ってます。確かにまだ開拓されてないもんね。そうだよね。ダニエルさんは僕はね、もうすげえたくさんあったけど、まず任天堂ブースがほとんど。あ、そうだよ、僕もそうだよ。マリオだけかな、うん、まあ、僕は諦めたからね。僕も諦めた。他に何が展示されてたっけ。まあ、ラビッツとファイアーエンブレムと、嘘もありましたね、スプラトゥーン2、うん、アームズもあったね。アームズ、まあ、アームズは見てまあ、ね、そこで並ぶ人もいるよ。確かに。あと、あれだね、ポッケン。ああ、ポッケンあったのか。でも正直だから、あそこでやんなきゃいけないのはマリオと、まあ、無双とラビッツぐらいじゃない。あとはもうすぐ来るものとか、Wii U から の移植というか、うん、まあ、デラックス版とかだから、うんうんうん、まあ、まあとりあえずマリオやっときゃいい。そうですね、うん、マリオできただけでもよかったじゃないですか。私、うん、シーオブシーズやりたかったな。シーオブシーズやなかったの。シーオブシーズやりたかったわ。はい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 。まだプレイしてないもんですね。去年も惜しかったんでプレイできなかったし、今年もプレイできなかったので。それにしても今年は海賊の年でしたね。そう、あっちはみんなした、うん、スカル&ボーンズ。スカル&ボーンズあれプレイアブルあったっけ。あれプレイアブルないんじゃないですか。ないか、なかったと思う。確かになかった気がします。 UBI となんかブースっぽいの見たけど、 あれは別にプレイアブル、プレイアブルはなかったと思う。ちょっと気になるよね、うん、やっぱり海賊だ ね。てかその2つのゲーム、もう1つ の海賊ゲームあったんですけど、PC ゲーム、あれは海賊っていうか、あれですよね、ワイランズ。はいはいはい、アイランズ、うん、だけど、その、まあ、CSEs のテイストとその、スカル&ボーンズ真逆じゃないですか。そうですね、うん、どっちも楽しそうで両方超やりたい。やってみたいですよね。スカル&ボーンズは特に結構びっくりしたかも、あれ、うんうん、UBI の、ね、カンファレンスは非常に良いカンファレンス、良かったですね。新発表、驚きの発表、新規 IP
全部あった。バッチリでしたね、確かに。うん、バッチリ。UBI、うん、バッチリ。UBI の中では完璧。うんうんうん、いやここ最近の UBI の勢いは結構。そうですね。全面的にいいタイトルを持ってる。うんうんうん、なんかあそこちょっとなんかアジア寄りというか日本っぽいデベロッパーに見えてきた。なんかまずマリオがブースにあるし、あとそこでさ、あのジャストダンスの発表でさ、日本語のアイドル風の歌があってさ。日本語だったの？日本語だった。俺がダメいろんな曲やってると思うけど。彼らのカンファレンスで K-POP の曲が流したんですけど。俺が聞いてた時日本語だった。いや、いろいろ多分いろんな曲があって、俺が行った時はたまたま日本語を歌ってて、みんなさ派手な格好しようぜ、お前ら日本人かと。いやだから前からさ結構いや女の子だった、あのまあアイドル系の感じ、電波組的な、わかんないよ、電波組だったらミリちゃん大興奮じゃん、歌で光る的な、聞かないで、ミクじゃん、歌で光るではなかった、ミク的な、まあわかんないよ、あの前も言ってたけどさ、結構やっぱ UBI ソフトって任天堂みたいな企業を目指して、うん、目指してますよね、そうそう、だから目指してることが今回の E3 で分かったでしょ、分かった分かった、これ結構言ってるんだけど、日本人にとっての UBI ってどちらかというとさ、まあファークライだったり、アッシンクリードとか、うん、まあコアゲーマー寄りなんだけど、 で、ね、うん、でも彼らは結構ラインナップは本当カジュアルの方向に意識してる、強い強いです、まあ昔からレイマンとかあるし、うん、はいはい、ありました、まありました、ジャストダンスとかもそうだし、うん、まあ、結構マイクル・ジャクソンの、音楽、音源あった、そうなったんだ、へえ、まあ、カジュアル寄りな一面は昔からあった、ただ日本だとねあんまりね見えないんだよね、それそれがもしかしたらマリオをきっかけに少し見えてくるかもしれないと思う、なんでまああのブースの作りもあの他のベセスタとかに比べると非常にオープンで、はいはいはい、いろんな人来てくださいって感じだけど、うんうん、ベセスタは俺らはなんかね、そうですよね、特別な人だけ、特別な人だけって感じ、ベセスタが来る人は特別な人ってイメージなんだけど、 UBI はもうオープンでしたね。それは本当にそうなんです。そういうね、あのブースのね作り方によるなんかパブリッシャーの雰囲気の違いは結構面白い、ね。確かに確かに。あ、それ面白かったです。なんか他にブースで気になったとかあった？うんうんうん、ブースでそのまあ、ね、別にその新しく、ああなるほどこういう企業なんだ君たちはと思ったところは別になかったけど、あでもやっぱりセガはその自分らは日本人なんだということを恥じずに。ちゃんとこうカムロ町を再現したりとか、あそこあの逆にもうなんかそこで その路線で行くんだというのが良かったと思う、うん、普段セガのブースはそんなに派手じゃないんですよ、あの、そうなんだ、例えば去年でしたっけ、はい、ペルソナの、はいはいはい、ダンスダンスゲームなんでしょう、ダンスシーンがありましたね、オールナイトかな、あの、うん、去年その、まあ、ダンスブースがあって、うん、まあ、踊るとなんか T シャツとかなんとか、うん、そうなんだ、それあったんだけど、はい、まあでも普通っていうかそんなにこう、なんか目立つような、はいはいはい、あの派手派手なブースではないんですけど、完全にクールジャパンだった、今年かなり頑張ってたと思うし、まあ、カムロ町はすごかったね、すごかったですね、あとみんなさヤクザのさあれを見て、あでっかい、みんなさヤクザのさ炭入れてる見たくなってたじゃん、なってましたね、バッでっかいバッグあったね、でっかいバッグね、はいはい、見なかった、みんな持ってた、みんな持ってましたね、龍のね、そうそうそう、真っ黒よ、うん、まあセガの、まあ、アプローチこれからね若干変わるかという話は出てるんじゃないですか、ですね、正式としても、うんうんうん、IP を復活させるとかね、楽しみ、うん、そうなので、まあ、しかもいろいろね今週なんか話題がある、うんうん、ありましたね、うん、あのルーマーが出てるんですけど、はいはいはい、もしかして今週とか、うん、もうすぐなんか今後のセガイメージ動画みたいなの今日出してたよね、確か、あ本当、うん、あ今日か、1分ぐらいのまだ見れてないんだけど、いやなんかね、いろいろセガはさ本当紆余曲折があってもう長い企業だけどさもうよく分かんない感じになってるけど、では一つあるのはアトラスを回収できたというか、まあ、受け取ったのはすごく大きくて、そうです、ね、あれのおかげでかなり海外でのプレゼンス上がった、だってさ買い取ったから1年ぐらいですでにそのセガ歴史最大メタスコアはもうペルソナ5だなっちゃったし、まあ前のさセガのフェスティバルかなんかでさ人気タイトルのさなぜかペルソナがあってこれセガのタイトルじゃないじゃんって思ったけど、でもそういうことで、なるほど、もうそういうもんで、はいはいはい、まあ今ソニックとペルソナと、うん、まあその辺の竜も結構竜も含めて、 そ、ね、その日本らしい、うん、まあ、はいはい、まあソニックはちょっと微妙なところだけど、まあ、まあ、タイトルでね、で、うんうん、結構復活しする一時は結構そのまあ海外のデベロッパーにいろんなゲーム作らせて、まあ今でもソニックはそうなんだけど、あんまり海外でも売れないようなタイトルを作ってるイメージがあったんだよ ね、で今回はもうそのなんていうんですかね、国産でいいだろうみたいな、そう開き直ってというか、もう国産で勝負していこうという姿勢がちょっと感じられるよね、かっこいいですよね、かっこよかった、うんうん、頑張ってほしいなと思って、クールジャパン
セガってもともとさ一番クールジャパンっぽい機じゃない僕はあんまイメージない難しいな昔のセガ何なんだろうなジェットセットラジオとかシェムとかさそのあたりは龍が如くとかさ、クールジャパンじゃない、まあ、OKOK、okay, okay、じゃあ、はい最後にね、はい、なんていう、まあ、仕事以外観光的なこれできたかどうかちょっとわからないですけど、どうだろうね。かなりね仕事のロードがやばかったんですけど、うんうん、まあどうですかね。1週間アメリカにいて仕事以外取材以外の、まあ LA っていうのをどう感じたかというのも言ってますね。田舎。または風土。行ってましたね倉部さんずっと。東京の雰囲気が違う。じゃあ野口さんの携帯の話しないか。ああ、僕は携帯2回落としたので。最後ね、最初は、仕事終わりで今井さんと倉部さんで行って、ステーキ屋さんかな、うん、老舗の、うん、あそこで一回忘れちゃって、うん、で忘れた次の日に取り戻しに行った日にまた一回なくしちゃったコンビニっぽいところでね、そうです、雑貨屋でね、近くのなんかタバコ屋さんかなそうそうそう、タバコ屋さんね、なんかレジのとこに置いてたみたいで何してお客さんでまあ最後まあギリギリあ取り戻せたんだよね、はい、まあ、ラッキーだよ2回なくして2回帰ってきたっていうのをフックアップしたっていう、だから一番観光らしい観光だった、ね、ロサンゼルスの人たちはすごく親切だなと思いすごい親切だなと思いましたよ、そうそう、で最後はちゃんとチップもあげた、はい、チップ挟みすぎ挟みすぎなのか30ドルぐらい、まあ、金持ちだからね、いや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 、そんなことお金持ちなんだって思ったわ皆さんはどうですか、まあと僕は初めてクラブ行ったっていうのはそこでしたね、クラブなのクラブなのかな、あれその、まあ、IGN のパーティーが行われた場所はあれメイヘムとかいうところ、マイアン、マイアン、あなんかすごい古いホテルの多分改装したクラブ、うんうんうん、まあライブホールみたいなところはね、はい、でさあれビビったらさあのミラーボールね、超でかい、ね、ミラーボールね、俺も見たことない大きさだったよ、この部屋ぐらいですよ、ミラーボール、ミラーボールっていうか俺全然会場で気づいてなくて、その存在で帰って写真見たらおーすごいでかい、すごい存在感あったよ、ね、あのミラーボールさ落ちたらさ確実に人が 5,6 人死ぬっていう、うん、そうなんだ、相当でやがった、2階に自分が困った、細かいところ、あそこにヒットマンが侵入したらミラーボールをチョキンってする、あーなるほど、あ楽しそう、バーンってみたいな、まあそういうね、ダウンタウンのところはまあパーティーで行って、あとあのこの3人で行ったのはバーケード、よかった、あバーケード、あ行きました、楽しかった、バーケード、あこれは本当最高だね、バー82とかいうところ、うん、あれはかロサンゼルスだけじゃなくいろんなところにあるんですか、アメリカ中に、アメリカ、ね、アメリカ中にいろんなところバーケードがあるんですけど、一つのこうブランドではなく、うんうん、バラバラ、ああなるほど、バーケードっていうのはまあ種類、はいはい、なるほど、でもそれはいろんなところにある、うんうん、いろんなとこにあるけど、もちろんやっぱり都市じゃないとやっぱなくて、まあねまあ、あのロサンゼルスのあそこは、まあ、ダウンタウンから近くて、うんうん、若者も多くて、だって来てる人たちがなんかおしゃれだったし、おしゃれでしたね、まあね、うん、綺麗だった、そういった意味ではすごく良い、だからまあロサンゼルスと、まあ、サンフランシスコあたりとやっぱニューヨークのあたりにはやっぱりちゃんとあるから、うんうん、そういうとこ行く人はチェックするとか、そうですね、行った方がいいです、超面白かったです、ゲーマーがアメリカ行ったら必ず行く、そうですね、なんかね、うん、何が楽しいっていうかさ、別にゲーム自体も楽しいけど、なんか雰囲気として違うよね、うんうん、あんなのないよね、ないですね、まあお酒な飲みながらゲームプレイできるっていう、うんうん、ゲーマーでもモテる世界があるんやなそうそうそう、なんかなんかすごいあのいろんな女の子とかもいて、その人たちとストリートファイターを2するっていう機会はまあない、ね、ないですもんね、日本だと、はい、超珍しい、珍しい、うん、ちなみに、ロスだけでも複数のバーケードがあります、バタンマッシュとか、まあ、2,3 カ所ぐらいあると思います、僕はねあんまり観光とかできてないんですけど、うん、まあどうせ忙しくなると思いながら行く前にアマゾンでいろいろ買い物してホテルまで、はい、毎晩毎晩毎晩ミスターロブソンっていうだってさアマゾンで注文するとこうバラバラで送ってくるんだからさ、すごいたくさんのパッケージ切っちゃったんで、そうなんだ、まあ、あと、ゲームストップアメリカのゲームストップっていうあのチェーン店なんですけど、レトロゲーでもネットで販売してまして、なのでその中で、まあ、メガドライブのタイトルとかスーファミのタイトルとか買ったんですか、スーファミのスターウォーズ、スーパースターウォーズと、何でしたっけ、ミス・パックマンのメガドラマンとか、ソニカのナックルスとかいろいろまあお買い物できたり、まあ、まだプレイしてないんですけど、あとなんだゲーム関係のものはそういうの普通に
なんかキッチン用のアイテムとかそんな感じで買い物いっぱいしたんですね、ダニエルさん。いやだから毎日毎日、ダニエルさん遅く、そこまでさ外の仕事してるから毎晩俺が戻るとミスターロブソンってやつまた中のパッケージそんなにたくさん買ってないから楽しいバラバラで来ただけで、あと娘の誕生日だったし、だからちょっと誕生日プレゼントね、はい、あのモアナの、モアナってあの最近出たディズニーの、ディズニーのね、はい、の、レゴとか、あー、かわいい。レゴはね、やっぱ海外で買うと安い。あ、そうなんだ。うん、日本より全然。はい。あとそのぐらいかな。うんうんうん、まあいろんなこうイベント行って美味しいもの食べるの楽しかったけど。あ、楽しかったですね。あ、ピザとかハンバーガーとか。うん、ハンバーガーいいな。そういう系ですかね。あ、ホテルの近くにメキシカンフードの雑貨屋さんね、スーパーがあるんですけど、うん。あそこはすごくコアだったね。めっちゃ良かった。なんかさ、特に野菜とかさ、ね、量り売りしててさ、はい、あ、そうなんだ。珍しい。どこなんだろうね、そこ。まあ、僕らも行ったよ。一番近くで、うん、あそこのさ、あの女のおばさんにもう覚えられたもん。お前何回も来るなって言って何日から泊まってるだろうとか言われてさなんていうやつ、チリラモレーナでした。そう、向こうの人すごいフランクですよね。フランク、すごく喋りかけ、すごい喋ってくる、うん、何してんの、ね、ネット動かない。まあ一番こう買いたかった、あのチリ、あ、ラモレーナ、やっぱ チリラモレーナというブランドなんですけど、結構辛いこうあのハラペニョ、カンハラペニョなので、グルメ番組になってきた。たくさん買って料理します。あの、お腹空いてきた。そのラモレーナというあのチリを、オレンジ、あの普通の、まあ、デカ型のオレンジをブレンダーで混ぜてソース作る。美味しそう。美味しそうね。めっちゃ美味しい。美味しそう。ピリ辛くて甘い。買い物で買ってきたけど、すごい安くてハーブティーがいっぱいあった。あ、そう、何十種類あるか。なんかメキシコハーブティーいっぱい飲みたくて、30種類くらい壁にガーッと30種類本当。最近グルメ番組でもさ、あの大体30パック入ってるのは1ドル95セント安い。だから安い。日本のさ、紅茶とかハーブティーとか高すぎて、ね、僕もいつもイギリスとかアメリカ行くためにもうストックいっぱい。しかも特にディカフェ、日本にはあんまないんですけど、カフェに飲めないからね、はい、あ、そうだったね。まあそういうとこかね。はい、うんうん、はい。なのでどうでしょうかね、皆さん、E3 のいろいろ見た中で何が良かったなのかとか、何が、期待外れだったのか、いろいろ知りたいなと思うので、うんうん、ぜひぜひあのコメント一覧で考察してください、はい。まあ、あと来年 E3 にここに来たいとか、あとは例えば来年 E3 は行きたいとかね。そうだな、うん、なんか会場でさ、ちょっとあの読者のことに会った。ああ、そうだ、会いましたね。そうそう、あった。びっくりしちゃったよ、はい。あ、そうですか。僕らがいなかったけど、この2人が見つかって、はい、今井さんどこっすかって、そうそう言われた、言われたなんでやっぱり今はみんな行けるってことなんで、そうですね、なんか我々としてもね、あの読者と、まあ、現地で何か交流できる機会を設けたいかなってちょっと考えて、うんうん、そう、なんか一晩だけ E3 ミートアップみたいなのをやって、あ、いいね。なんかクラベとオフ会みたいな、クラベがゲイをやりますやらない。クラベの専務講座とか、専務講座それやってもいい。なんで E3 でそんなこと聞かなきゃいけないんだよ3時間専務講座やだな、拷問だわ僕行かない、そういうホテルで行くんですなんでまあそのね、 E3 っていうのが おそらくより身近になってきたそうだな、間違いない、うんうん、まあお金はかかるけどね、うんうん、なんかそういった機会で、まあ読者の皆さんと交流する機会もあればいいかなですな。そうですね、うん、願わくば、うんうん、なんでその辺のことも含めてなんか感想とか、はい、逆にこういう取材してくれとかいうのがあれば、あ、はいはいはい、1年後覚えてたらやります絶対忘れてるはい、ということで今週はね、はい、しゃべりすぎ山でした、はい、ご視聴ありがとうございました。しゃべりすぎしましたね、はい、特に先週あの現地で本当にしゃべりすぎ、もうみんなもう飽きてると思う。今もしゃべりすぎ、この4人のこと僕もこの3人のこと飽きちゃったね。会いたくないよもうじゃあまた来週まで、はい、また来週、ありがとうございます、バイバイ。